およそ 1500 キロの道のりを終えまして、あと5分で終点大阪に着きます。大阪でのお出口は右側で3番乗り場です。乗り換えのご案内をいたします。大阪環状線内回り西九条弁天町方面と関西空港和歌山奈良方面の快速ユニバーサルシティ方面には1番乗り場です。外回り京橋鶴橋方面は2番乗り場です。 JR 宝塚線宝塚三田方面快速は3番4番乗り場です。通電車は6番乗り場へお越しください。 JR 神戸線芦屋三宮方面は5番6番乗り場からです。北海道からの列車の旅、いかがでしたでしょうか。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたしまして、お別れをさせていただきます。今日はトワイライトエクスプレスにご乗車くださいまして、ありがとうございました。またのご乗車を心よりお待ちいたしております。まもなく大阪に到着いたします。